雨模様のオールドトラフォードでは試合開始を待つサポーターの声が高まってきました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。チャンピオンズリーググループステージのこの一戦、マンチェスターユナイテッドがイスタンブールを相手にします。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。このグループステージの一戦も見応えあるものになるでしょう。はい、期待のマンチェスターユナイテッドが登場します。こちらがマンチェスターユナイテッドの先発メンバーです。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。キックオフです。 UEFA チャンピオンズリーググループステージの試合が始まりました。ハサンアリ・カルドゥム、アドバンテージを取りました。何を狙うのか、何をしてくるのか。ボールがこぼれた。判定はコーナーキック。エディンソン・カバーニに注目が集まります。カバーニにはどんなプレーを期待しますか、福西さん。チームのために貢献できる選手ですが、やはり積極的にゴールを狙ってほしいですね。競り合いになりました。これはゴールキックになります。さあ、スタジアムのテンションが上がります。相手にボールを渡してしまいました。パスカット、さてここでスタジオから情報が入ってきました。レッドブルアレーナで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがパリ・サンジェルマンに生まれました。現在スコアは1-0、時間は13分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。笛は吹かれません。危険なタックルでしたが、ジェシー・リンガード走り込む味方にカバーニのスルーパス。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。リプレイを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。フィニッシュも完璧でしたね。ニアサイドのポスト際を狙って見事に決めてきました。厳しい顔をしていますね。同点に追いつかねばなりませんが、何か作戦を変えるのでしょうか。
マルティン・シュクルテル、ハサン・アリ・カルデム。この試合はウェファーチャンピオンズリーググループステージ第3節です。ヨーロッパの強豪クラブの激突はやはり興奮します。多くの選手がヨーロッパへ移籍したがるのも当然でしょうね。果敢に仕掛けてボールを奪いました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。これはキーパーに渡るでしょう。このカウンターはうまくいきません。これはキーパーのミスか。危機を逃れられるか。ゴー。キーパーがいなければボールを止めようがありません。これはキーパーが軽率でした。失点に直結しましたね。慎重にやるべきでした。こちらのカメラからの映像です。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。デンババ着実なビルドアップからチャンスを狙います。止める。止めます。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。これはあるか。クロスをつないできます。ここはパスミスになりました。ボールを失います。ここから狙うのか。決定的なパス。未だ1点を追う展開ですが、このいい流れを追加点につなげたいところでしょう。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。1点差に詰められて監督の表情から余裕が消えたように見えます。ドリブルで進みます。相手陣内でインターセプト。マンチェスターユナイテッド、ボールがこぼれました。クリアできるか。ボールを失います。マンチェスターユナイテッドですが、あまりボールに触れていないようです。まあスコアはリードしてますから、それほど気にする必要はないでしょう。ボールを持っていない時間をうまく活かせているようですね。ゲームを作るパス、またまた通ります。クリーンなタックル。ボールを奪いました。入れば同点となります。ここはゴールが決まりません。入ってもいいシュートでした。同点に追いつこうという気持ちが感じられます。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。実に鮮やかです。余裕がありますね。素晴らしいタックルです。メイソン・グリーンウッド。前半が終了しました。スコアは2対1。1点のリードでハーフタイムを迎えます。ウェファーチャンピオンズリーググループステージの試合です。後半戦もご覧ください。デンババ、デンババ、ボールは相手に渡りました。見事なスルーパス。
タックルを飛んで避けました。ピンチを出します。ボールはラインを割りました。ゴールキックです。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、さて福西さん、カバーニですが前半もご覧になって絶好のチャンス、クリアしきれません。エディン・ビシチャー、これはカウンターを狙えそうです。決められるか。守備への切り替えが遅れています。ラファエル・ダシウバ、いいパスが出ました。見事なセーブ、ピンチを救います。さてここでスタジオから情報が入ってきました。レッドブルアレーナで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、3ゴール目がパリ・サンジェルマンに生まれています。現在スコアは3対0、時間は58分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きをお知らせしました。 EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、今度マンチェスターユナイテッドが迎え撃つのはサウサンプトンです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。打った、追加点とはいきませんでした。いい反応です。これはコーナーキックです。コーナーから中へ、中央へのボールはクリアされました。スローインで再開です。このパスは読んでいました。カウンターを狙います。上がっていけるか。流した、ユナイテッドがプレーを続ける。主審が試合を止めました。倒れている選手がいます。さっきの接触で痛めた。ようです。一旦外に出されるかもしれません。レフェリーが選手を一旦外に出しました。ドロップボールで試合再開です。深刻な怪我じゃなければいいんですが。ボールを受け取ってスローインです。デンババ、フレドリク・グルブランセン、カードを承知の上でのファールにも見えました。イエローカードが出されます。イエローですか。さあ動いてきました。流れを引き寄せたい。直接狙えそうですね。素早いリスタート。あと PK だ。これを決めれば同点です。PK、 そして選手が退場。以上です。2枚目のイエローですか。審判に目をつけられちゃいましたかね。ちょっと軽率なプレーでしたね。監督も選手に対して不満をあらわにしています。ペナルティーキックはゴールの外へ。これはコーナーを狙いすぎましたね。エウシーニョ、走り込んだ味方にスルーパス。絶好のチャンス。このゴールでマンチェスターユナイテッドのリードは2点に広がりました。
リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。最後は確実に決めてきました。2対1のシチュエーションをうまく生かしましたね。さらに点差を広げられました。監督も心中穏やかではいられないでしょう。ラファエサイドへパス、横に展開してきます。ナセル・シャドリ、フレドリク・グルブランセン、チャンスにできるか。笛が吹かれました。オフサイドです。カバーニがこれを抑えます。これは決定機の阻止とみなされるでしょう。レッドカードが出るでしょうか。これはレッドカード、退場です。いやこれは止めるしかなかったでしょうか。このキックはちょっと合いません。狙ったところに蹴れなかったようですね。残念なフリーキックでした。試合は現在3対1。突破した、入った。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。さてここでスタジオから情報が入ってきました。レッドブルアレーナで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、追加点がパリ・サンジェルマンに生まれています。現在スコアは4対0、時間は86分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。他会場の動向をお伝えしました。カウンターも狙えます。スルーパスが味方に通る。あと一歩攻め手をかきました。ここからどうするのか。何かしてきそうですが、あとすぐにボールを取られました。ボールを奪われました。リンガード、ここで試合終了の笛。マンチェスターユナイテッドはグループステージのこの試合に勝利し、勝ち点3を獲得しました。狙ったプレーがことごとくはまった、そんな印象の試合です。選手たちは余裕があるようにすら見えましたね。見事な勝利でした。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。